これから先の全協計さんというのはですね、どういうビジョンでもって動いていく感じなんでしょうか。やっぱり今までのやっぱりある種延長だと思います。というのはやっぱ先ほどちょっと申し上げたと思いますけども、やっぱ高校部を作ってまだ4年目ですから、はい、これはやっぱり、大きくなる素地がいっぱいあると私は思ってるんですね、うん、それから小学校ができることによって俗に言うお受験という部門も一つ非常に面白い分野であろうと思うんですね。ただやっぱり少子化、はい、これにはやっぱ勝てません。少子化には勝てない、はい、ですからやっぱりこの後はやっぱりまあ、こういう時代ですから非上場化してもどっかとアライアンス組むとか、そういった選択肢も当然模索していきますし、今まで以上に上場維持に使っていたお金を社員の研修に回していくと、そういう方向性ですね。なるほど、はい、社員の研修の話は出ましたけれども、はい、全協計さんのですね、新入社員もしくは今既存の社員さんに求める、人格像というんでしょうか、どういう 人物像をですね、はい、中垣社長は求めていらっしゃるのか教えていただけますか。はい、政治の話、はい、もうこれはいつも新入社員の連中には申し上げているんですけども、まず3期の精神を持ってくれと。3期の精神、3つの気持ちですね、はい。で一つはとにかく陽気であれと、明るくないとつまらんよと、うんうん、それから志気を持てと、志のキーですね、はい、やっぱ自分の人生設計を作るのもこれも志だし、うん、子どもたちをどんなふうに導くというのも志だし、何でもいいから志を持ってくれと、うん、この2つを充実させれば3つ目の運気が君にやってくるよと、なるほど、いうことはもう常々、申し上げてるんですね。陽気、志気、運気、はい、それを3期の精神と。そうです。あとはですね、やっぱり塾の先生ですので、やっぱ極端に言えば学校の先生と差別化しないといかないわけですよ。なるほど、学校の先生よりも悪ければ来るはずないでしょう。そうですね、でそういう意味では私は五者の条件というのを言ってるんですね。五者の条件、はい、で一つは学者的要素を持てと。だから自分が担当する科目には知り尽くせと、そして自分が担当する科目の試験問題を見たら、これは平成何年のどこそこの学校の入試問題と断言できるまで精通しておけと。なるほど、突然度忘れもあるし、知らないことを質問される場合もあるんですよ、はい、その時は子どもたちにはですね、正直に忘れたと、知らんと、知らないことは知らないと言いなさい、はっきり言いなさいと、ただしすぐ調べてフィードバックせえと。なるほど、知ったふりが一番ダメだと。それを含めた学者的要素、学者的要素。二つ目がですね、医者的要素。医者、はい、お医者さんですか。お医者さんです、はい、お医者さんはやっぱり問診をまずするじゃないですか、はい、それと同じようにやっぱり子どもたちの顔色を見て楽しそうにしていたら理由を聞いてあげろと。何があったのと。そう、もちろんそうですよ、うん、で余計比重を重くかけるのは、はい、沈んでること、沈んでる、どうしたんやと、何か悩みあるんやと、はい、声をかけてくれて、だから顔色を見ながら、はい、あるいは様子を見ながら子どもたちと接して、うん、それを今度はお父さんお母さんにまた伝達してやってくれと、そういう医者的要素、つまり気配りですよね。医者的要素、はい、これをしっかり持ってくれと。二つ目、はい、それから三つ目が、はい、役者的要素。役者、はい、やはり一つ授業はパフォーマンスの一つですから、はいはい、だからこの先生はすごいという、うん、そういったパフォーマンスをするのも大事だし、うん、あるいは一人間としてね、素晴らしいというパフォーマンス、将来子どもたちがこんなお姉ちゃんになりたい、お母さんになりたい、あるいはお兄ちゃんになりたい、そういったところで信頼度がまた増していくんじゃないかと。演じるということ、演じるということなんですね。4つ目が、はい、芸者的要素。芸者、はい、45分50分、高校生なんか100分以上授業しますんで、はい、授業中に冗談の一つ二つかませて笑いを誘わないと緊張は続かないですよ。なるほど、やっぱり
はい、やっぱりそこでちょっとした空気を入れ替えるために、質のいい冗談、質のいい冗談、はい、これをやってくれと、これがいわゆる、まあ、私で言う芸者的要素。まあ、学者、医者、役者、芸者ときました、はい、で最後は駅舎ですね。駅舎、はい、いろんなところに駅舎の方がいらっしゃると思いますけども、占い師の駅舎ですね。占い師ですよね、はい、ほとんど女性が多いと思うんですね、はい、まあ、おじさんもいらっしゃいますけども、彼らに共通しているのは断言するんですよ。だから見てもらう人は3000円4000円喜んで払うんですね。ということは我々子供をお預かりして指導している以上は断言しなきゃダメなんです、はいはい、例えば勉強の仕方はこうだと、はい、苦手科目の克服はこうだと、それをやっぱりやってやらないと、だと思うよなんて言ったら、それこそ何これの先生、信頼感がそこには絶対生まれませんから、でこの通りお父さんお母さんやってくださいと、あるいは子供に対してもこれで頑張れよと、したらこうなるんだ、ああなるんだと、ただ断言するためには、冒頭にも最初に申し上げた学者的要素、やはりそのバックボーンがないと断言できませんのでね、しっかり調べ上げてデータを持ち、その知識を豊富に持った上でじゃないと断言できないですね。そうですね、はいはい、だから今申し上げたその5社の条件、だから3期の精神5社の条件というのは、やっぱり我々の社員に求める、まあ、一つの理想像というか、なるほど、はい、でこれをもし本当に持つことができればですね、職場においても職場外においても家庭においても家庭外においてもですよ、いろんなところで私は人生としてプラスになっていくと思いますよ。もう私の座右の銘である独木不倫というのがあるんですよ。でこれはですね、一本の木は林をなさないと、私大学生の方であろうと、まあ、いろんなところ仕事されている方であろうと、一人では何もできないんですね。やはり周りの力、周りの協力、周りの理解を得ることによって一つのパワーが10にも100にも1000にもなっていくと、ということはやっぱり、それぞれの周りにいらっしゃる、もちろんお父さんお母さんを含めてですね、やっぱ感謝というのが非常に私は、昨今忘れられている言葉の一つかなと思うがゆえに、特にですねここを強調したいなと、まあ、そのように感じております。社長、本日はなんか本当に全協健さんの生い立ちからその3期の精神5社の条件に至るお話まで本当になんかためになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。